平手ゆりなのハイブ遺跡と平野仕様の噂。ハイブへの日本進出とジャニーズアーティストたちの動向。日本芸能シーンの新展開に注目。韓国大手事務所ハイブへの台頭。韓国の大手芸能事務所、ハイブ、ハイブが日本のアーティストにとって新たな扉を開いている。ケヤキ坂46の元メンバーであり、韓国の大ヒットドラマ、リタインクラス。 のジャパンリメイク、六本木クラスでの活躍が評価された平手由里奈が、ハイブジャパン参加に加わったことは多くの注目を集めている。ハイブは BTS やセブンティーン。 トゥモローエクストゲザー、アンヒパンなど、世界的に成功を収めているアーティストが所属することで知られており、平手の遺跡は彼女自身だけでなく、日本の芸能シーン全体に大きな影響を与える可能性がある。第1章、平手ユリナの背部遺跡の背景。平手ユリナの背部遺跡は、彼女の演技力が再び注目を集めたことが背景にある。特に、 韓国で人気を博したドラマ、リタインクラスのジャパンリメイクでの彼女の演技は、韓国メディアでも取り上げられ、本家の名女優であるキムダミに並ぶほどの評価を得た。ハイブを日本市場においてもさらなる進出を目指しており、平手の才能を活かすことで、その戦略の一環と見られている。この遺跡により、ハイブは日本でのプレゼンスを一層強化し、 異なる国々のアーティストとのコラボレーションが期待されている。第2章、平野仕様のハイブ入りの噂。ハイブに続き、地なる注目がジャニーズ事務所からキング・アンドプスの平野仕様に向けられている。ジャニーズを知る芸能ジャーナリストたちは、平野が来年5月にジャニーズ事務所を退所することが確定しており、その後の活動に注目が集まっていることを報じている。 彼のハイブ入りの噂が囁ささかれている中、ジャーナリストは平野のコメントを引用しています。世界で活躍したいという彼の言葉はハイブがその夢を叶えるための最適な場所である可能性を示唆しているとされています。この噂が立ち上がった際には、 ハイブがジャニーズのアーティストを引き抜くことがあるのかといった疑問も提されましたが、平手ユリナの遺跡が実現したことで、これは単なる噂だけではない可能性が浮上しています。第3章、ハイブアープのジャニーズアーティストの動向。日本の芸能事務所の相関図が変わりつつある中、ハイブに向けて動くジャニーズアーティストたちの動向が気になるところだ。 ハイブをグローバルな視点でアーティストをマネージメントし、多様な音楽活動やエンターテインメントプロジェクトに挑戦させていることで知られており、これに惹かれるアーティストが増えている可能性がある。一部のジャーナリストは、これから辞めていくジャニーズのタレントたちが続々とハイブに一籍するのではないか、と予測している。 ジャニーズ事務所はこれまで日本の芸能シーンを牽引してきたが、新しい国際的な舞台で活躍したいというアーティストたちにとって、ハイブが魅力的な選択肢となっているのかもしれない。日本の芸能シーンの新たな展開。ハイブアープの遺跡が注目される中、日本の芸能シーンが新たな展開を迎えつつあることは明白だ。 平手ユリナや平野仕様のようなトップアーティストがハイブに移籍することで、異なる国々のアーティストたちとの交流が深まり、日本のエンターテインメントが国際的なステージで一層躍動することが期待される。ジャニーズ事務所からハイブアップのアーティスト移籍の動きが広がれば、これは日本の芸能界において大きな転換期を意味するかもしれない。 それだけでなく、異なる事務所間での交流が広がり、アーティストたちがより多くの可能性を追求できる環境が整えられることが期待される。ハイブニービョル日本進出の波はまだ続いており、これからどのようなアーティストが地なる一手を打つのか、さらなる展開に注目が集まる。日本の芸能シーンにとって、これは新たな時代の始まりかもしれない。